皆さん、こんにちは。春の鐘で大ヒットした清純派女優小手川優子さん。認知症が抱えて無気力状態の現在や実娘が涙ながら告白した内容について紹介します。まずは、小手川優子さんの経歴とプロフィールから紹介します。小手川優子、小手川優子は、日本の女優、歌手、司会者、タレント、大分県出身。大分県立鶴崎工業高等学校卒業、コニー所属。妹は元女優の小手川慎士、長女は女優の綾菜、元は俳優の田中健。身長158cm、血液型 B 型。1976年8月2日、東宝と金棒化粧品の共催で芸術座にて開催された三浦智和の相手役を選ぶミス・サラダガールコンテスト全国大会において1位となり、東宝芸能へ入社。金棒の CM に出演し、三浦が主演する星と嵐で映画デビュー。1977年幕末未来人に出演したことで人気を博し、アイドル的人気から脱皮して清純派でかつ美人な女優として知られるようになる。長年和衣フーズや金棒化粧品のイメージキャラクターを務めた。1985年に春の鐘で初主演、同作品にてヌードを披露。1986年映画花の降る午後で第13回日本アカデミー賞主演女優賞を受賞。1992年に継承杯で真田広之との激しいラブシーンを演じた。1986年夜の傾斜で共演した田中健と結婚、一女綾菜を設けたが、1999年に離婚。2016年に日本テレビ系列で放送されたドラマ「ゆとりですか何か」に出演して以降は表舞台に登場しておらず、同作の続編となる2023年公開の劇場版にも出演していない。小手川優子は鮮やかな草花に囲まれた悠々自適な生活を送っていた。表舞台から消えた背景には、一世を風靡した女優ゆえの葛藤と苦悩の日々が隠されていた。夏日に迫る気温となった4月上旬のある日、都内の閑静な住宅街にある一戸建ての庭に、額に汗してガーデニングに勤しむ女性がいた。赤や黄色のカラフルな花が咲き誇り、隅々まで手入れが行き届いていることから、彼女がほとんどの時間を庭いじりに費やしていることがわかる。小手川にとって現在の悠々自適な生活ぶりは、多忙を極めた女優としての日々とは正反対だ。彼女が表舞台から姿を消してからもう8年が経っていた。大分県で生まれ育った小手川は、高校2年生だった1976年、東宝と金棒が共催したミス・サラダガールコンテストで約1万人の応募者の中から1位に選ばれ芸能界入り。同年の映画星と嵐で女優デビューを果たした。1979年に西部警察で主演の渡里哲也さんの妹アコ役を好演して本格的にブレイクしました。以来映画やドラマ CM などに引っ張りだこで、1989年に主演した映画花の降る午後で日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞しました。2016年のドラマゆとりですが何かは、岡田将生、松坂桃李、柳楽優弥がトリプル主演を務めた。昨年続編となる映画が公開されたが、ひっそりとその物語から姿を消していたのが凪良の母役を務めた小手川だった。小手川さんはこのドラマを最後に女優業を休業しています。女優としてだけでなく他の仕事も全く受けていない、事実上の引退状態にあると言えますね。プライベートでは1980年のドラマ夜の傾斜で共演した田中健と熱愛、芸能界で初めて交際宣言をしたカップルとして大きな話題を呼び、1986年に結婚した。翌年には長女が誕生したが、その頃には夫婦の間には不協和音が生じていた。婿入りした田中さんと同居する小手川さんのジップとの間に確執があったとされています。また小手川さんは出産後も仕事に邁進しており、家庭に入ってほしかった田中さんは不満だった。同じ役者としても仕事も収入も自分より多い妻に対し、忸怩たる思いがあったようです。息苦しい生活の中で、田中さんは結婚前からの趣味だった南米の民族楽器
鶏卵の練習に没頭するようになったのですが、自宅で音を奏でると家族からうるさいと言われる始末。ついに田中さんが鶏卵の練習用のマンションを借りるという理由で夫婦は別居を始めました。別居から5年後の1999年、小手川と田中はそれぞれ別の場所で離婚会見を開き、13年間の結婚生活にピリオドを打った。小手川が40歳を迎えた時だった。離婚と同時期、小手川は女優業に不安を抱えていたという。40代になると演じられる役が少なくなってしまうと小手川さんは嘆いていました。女優業の先輩である戸脇幸代さんや大原玲子さんは40歳を過ぎても主役を張り続けていましたが、小手川さんが同じ年齢になった頃は20代の役者がドラマの中心になっており、小手川さんが希望する大人の恋愛ものが制作されにくくなっていました。50代になると母親役などで存在感を見せていた小手川だが、やがて別の悩みに襲われるようになった。小手川の知人が明かす、彼女がよく出ていた2時間ドラマの枠が減る中で更年期障害に悩まされるようになり、体型の維持がかなりの負担になっていたようです。なんとかプロ意識でつないでいましたが、そこまで無理をして続けるべきものなのかと疑問を抱いてしまったこともあったそうです。それでも単発のドラマなどには出演を続けたが、前述したように2016年を最後に表舞台から離れた。そして今年2月、一人娘で女優として活動していた綾菜が芸能界からの引退を発表したことで、改めて小手川の現在が注目されることとなった。綾菜さんはコスプレイヤーでもあり、 YouTube のゲーム実況もしていました。マイペースに仕事をされていたので、突然の引退宣言には驚かされましたね。一部ではお母さんを看病するためではと憶測で小手川さんの重病説まで広がってしまったのです。にわかに多くの関係者が心配し始めていた小手川の現状。小手川優子さんは何をしているのか調べてみると、激ダというワードがありました。これは2015年のお正月特番の1泊2日で行われた欲張り開運ツアーに出演した小手川さんを視聴者が見て太っていると話題になったようです。実際に写真を見てみると、確かに服になった印象でした。それから最近はテレビで見なくなったため、何かが病気なのではないかと心配されていたのですが、今回明らかになった現状からこの激太りの原因が分かったのです。50代になって母親役などで存在感を見せていた小手川さんでしたが、やがて別の悩みに襲われるようになったそうです。小手川さんの知人が言うには、彼女がよく出ていた2時間ドラマの枠が減る中で更年期障害に悩まされるようになり、体型の維持がかなりの負担になっていたようです。彼女はそれでも単発のドラマなどには出演を続けていましたが、前述したように2016年を最後にテレビから離れたのです。そこで明かされた小手川さんの現在の様子はというと、今は母と祖母の3人で一緒に暮らしています。母と娘が暮らす都内の自宅を訪ねると、小手川に代わって綾菜が答えた。今は母と祖母の3人で一緒に暮らしています。母は芸能界を引退したわけではありませんが、気力も体力も衰えてしまったみたいで、一般の人でもちょっと仕事に行かない日が続くと、もう働きたくないって気持ちになってしまいますよね。それが少し長引いている感じです。引退は否定し、体調についてはこう答えた。更年期障害などの影響についてはあったかもしれませんが、体は大丈夫です。家事も私と交互にやってますし、母が母で今はゆっくりしたいという気持ちが大きいようです。趣味の時間がたっぷり取れますし、女3人だから暮らしやすいですしね。ですが気力が蘇ったらまた表舞台に立とうと思うかもしれません。小手川が没頭する趣味こそガーデニングだという。テレビで姿を見なくなってからは重病説もささやかれていましたので、今回状況が分かって少し安心しましたね。しかし更年期障害は芸能人だけでなく一般の人にも見られる症状です。主な症状としてはのぼせ、発汗、歓喜、肩こり、頭痛、腹痛、腰痛、不眠、イライラ、息切れ、不安感などがあります。これらが日常生活に支障をきたす状態が更年期の障害と言われるのです。小手川さんは現在も芸能事務所に所属中ですし、
これまで体を張ってたくさん活躍してきたので、また自然と仕事がしたいと思えるようになるまでお休みをするのも大事なのかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。